ようブロザー、しらせゴールドチャンネルでは、アウトライダーズ好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません、えー。今日紹介するのは、レベル上げ、1日でレベル30まで上げて、ティアを15まで上げるっていう、そういう方法をお伝えしたいと思います。まだいろいろね、これからあの効率のいい方法とか出てくると思うんですが、とりあえず私がね、あのレベル マックスにして、ティアをマックスに1日でしたっていうところで、動画を上げたいと思います。最後までご視聴お願いします。じゃ、まずは装備の、えー、ドロップのシステムですね。えー、レベルとワールドティアのこの関係性。で、レベルをあの上げていくことの重要性と、まあ、ワールドティアを上げることの重要性。ここは装備のドロップに影響します。まず皆さん、 あの体験版やったらワールド5まで上がってると思うんですがこれ見るとドロップアイテムのプラスがプラスレベルが2になってるんですねなのでレベル現在の自分のご自身のレベルプラスドロップアイテムのプラスこれが影響するなのでワールドティアと自分のレベルによって強い装備が落ちるかどうか強い装備にアップグレードできるかどうかっていうようなあのことになってます なので、まずはキャラクターのレベルを30まで上げることと、ワールドティアをちゃんと15まで上げること。そうすることによって、通常にドロップするアイテムが、まあ、レベル42の,あの強い武器を落とすことになります。プラス、レジェンダリーの,あのドロップ率補正も425%までアップしたりとかしますので、まずはここを上げるのが重要だということですね。 でまずはあの、普通のレベルの上げ方から紹介します、はいで。レベルの上げ方なんですけども、まずワールドティアがねあの、皆さん練習版だったら5から始めていって、ちょっとずつ上がっていってると思いますで。これでワールドティアが7、8、9まで上がっていると結構ね、クリアが難しくなってくると思うんですが、ここで上げたら上げっぱなしにしないで、 あの自分の強さによってワールドティアを下げて、とりあえずストーリーをガツガツクリアしちゃいましょう。そうすることによって、あのレベルが上がりやすかったりするので、あの、まあ、とにかく、まあ、ワールドティアを下げて、ストーリーを全部クリアするってところがあの一番だと思います。そうすることによってあの、経験値が非常に手に入りやすい状態になりますので、おすすめです。で できれば、その時にサブイベント系のものは避けてメインイベント、メインストーリーをガンガンクリアするべきだと思います。サブイベントをクリアしてしまうと、その、あの、手に入るアイテムとかもあるんですけど、それがレベル低い状態で手に入ってしまうので注意が必要ですね。じゃあ、まずはそういうふうにして、あの、ストーリーをクリアしていった後に、あの、どこで、 デブル上げをしてていいくのかっていうところをちょっとと紹介したいと思い思ます、はい、これがあの世界マップですね。リフトタウンから続いて、こんな形で進んでいってで。皆さん、どんどんね東へアフレクサンダー大王みたいに東へどんどん、ね、遠征してってほしいんですけども、えーっと、最後の方まで行くと、このパックスの都市っていうところがあります。ここに飛びましょう。で僕はここで上げました。 でなぜなら、集会が非常に楽だったですね。印象としては。だから、こちらに移動して、皆さんは、あのワールドティアとレベルをあの一緒に上げていくっていうのがいいと思います。はい、で、ティアを、まずは、レベルを上げるフェーズですね。ティアを上げるフェーズじゃなくて、レベルを上げるフェーズ。これを一緒にやってしまうと、ちょっとね、あの大変なので、別々にやりましょう。 でまずここをクリアすると、この中央の辺りですね、こっちの,あの殺戮地帯ってところに行くと、この父母のなんちゃらっていうこのサブイベントがあるんですが、これを今回は利用していきます。で、レベル上げの際にあの重要なのは、ワールドティアを下げることですね。まずは、ここに飛ぶと、ここにイベントがあるわけです。 丸、三角四角かな四角ボタンを押すと、こういうふうに受けることができます。これを受けて、はい。あとはもうここに入っていくだけなんですけども、えっと、ここでレベルがまだね、レベル20とか15とかの方とかだったら、ワールドティアを、例えば5とか6まで下げます。そうすることによって、ここでもクリアできるようになるので、 もうここの周回をとりあえずガチガチやりましょう。そして、あの、レベルが30までアップしたら、えー、30までアップしたら、ここをクリアしてレベル30までアップしましたら、ファストトラベル。で、ここのキャンプ地に戻って、あの、強いアイテムとかの、 レベルアップとかもね、あの、ここで簡単にすることができます。だか不の罪をやりまくってレベルを上げて、で、レベルの高い装備を手に入れましたってなったら、ここまで戻ってきて、ここで、まあ、アイテム売るなりなんなりして、まあ、カスタマイズするなりなんなりとかしていきます。で、ティアと、 レベルを上げるときの注意点としては、今から説明します。ここのカスタマイズですね。あの、装備のアップグレードをしたい。例えば、いい装備が手に入ったときですね。あ、これはもうしばらく使うなってなったときに、これ押して、レベルアップをしていくわけなんですけども、ここは、もう、あの、普通に、 こっちのチタニウム使って、ここでレベルアップ、ポンって、やっちゃって大丈夫です。で、現在の最大レベルをこうアップさせて、もうガンガン、これで、チタニウム使っちゃってください。チタニウムなんてもうすぐに手に入りますから。で、レベルをこう上げていく。ね。で、こうやることによって敵を早く倒すことができるんで、もう惜しみなくこれをやっていく。 なので、あの自分のレベルが上がったら、すぐに街に戻って、あのお気に入りのやつの装備をレベルアップするなり、まだお気に入りのなければ、どんどん強いのをドロップしてみ、したものを装備付け替えたりとかして、で、ティアを上げる準備をしていくと。で、こういう作業を繰り返して、ティアを15まで上げていきます。で、ティア15まで上げるやつの周回1周分をお見せしますね。 はい。じゃあ、こちら、フソの包み。ここに入って、周回をするっていう方法ですね。まあ、ワールドティアを、武器をちゃんとアップグレードしながら、ワールドティアをね、どんどん上げていくには、ここの周回が一番良かったですね。で、ティアが上がったらすぐね、あの、武器を強くしていくっていう作業を繰り広げてください。で、こんな感じで。で、見てるとわかると思うんです。こうやって、エピックガンガン落とすようになるんで、 ストーリーリが、ね、進むととこういうい装備も落としやすくなるんですよ敵がなので、ここで拾って、拾いながらティア上げていくって、そんで、いいのがあったら、それをまた装備していくっていう感じが一番いいですね。で、ここをこうやってクリアするやつ。で、ここね、鉄もいっぱい周りに落ちてるんで、周回して OK です。で、彼らを倒すと何が起きるのかっていうと、まず、このワンフェーズ終わると、この建物の中に入っていって、 で、彼ら倒してるわけですね。うん、で、終わると、ここに入っていくわけなんですけども、入る、入ってからでもいいんだけど、ここに一応こう、箱もあります。で、これね、ガチで周回しても、全然、あの、そのまま、復活してますんで、かなりここの周回おすすめなのかな箱も取れるし、まあ、要するにスクラップも手に入るんですよね。で、ここ飛ばしちゃって、そうするとまた次の、 2フェーズ目が始まりまりす、はい。こんな形で周回するとこうガンガン落としますんで、まあ、これ拾って強い装備をやりながらワールドティア上がったってなったら本拠地戻って装備のレベルを上げていくっていうのを繰り返してやるといいと思いますぜひこの方法で1日でティア15まであのサクッと上げちゃってみてください最後までご視聴ありがとうございます 動画をお楽しみいただけましたら高評価そしてチャンネル登録をお願いいたしますまたこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいですではまた次回の動画でお会いしましょうグッバイブラザー